こんばんは、天狗デジオ小宮がお送りしております。本日ご紹介しますのは拷問者の影、作者はジーン・ウルフという作者の話をちょっとご紹介したいと思うんですが、この小説、皆さんご存知でしょうか。この小説かなり評価は高くて、この第1巻が世界文学幻想文学大賞などを受賞していますし、2巻3巻4巻も、何らかの賞を受賞しているようなすごく評価の高い小説なんですけど、その一方で知名度はすごく低いような気もします。この小説と並び称されるような話といいますと、トールキンのロード・オブ・ザ・リング指輪物語とか、あとはアーシュラ・ケイ・クイーンのゲド戦記とか、あとはナルニア国物語とかあると思うんですが、それと同じぐらい有名かというとも全然違いますよね。その有名じゃない理由っていうのは、もうこれ読んだらページを食っても数ページでわかるんですけど、その理由はもうただ一つで、難しいんです。難しくて格調高くて、そのファンタジーっていうよりかはなんか見たことないようなすごい大文学っていうか、本当この文学は罪と罰とかエデンの東とかとなんかその相当するような、比べれるようなすごい重量感のある文体なんですよね。この人の話はすごくそういう文体が強くて、日本人でいうと佐藤亜紀さんとかも近いかと思うんですけど、すごくその描かれている内容以上の拡張高さっていうか、ちょっとそういう表現が難しいですけど、すごい独特の文体で、オーセンティックな文体で書かれています。少し簡単にストーリーもご紹介しますと、主人公セバリアンは拷問者なんですよね。ですからこの拷問者の影っていう名の主人公の、その職業がタイトルになっています。そして主人公は少年時代からずっと描かれるんですが、拷問者として成長していくといいますか、その拷問者ギルドっていうのがありまして、その拷問者ギルドの中で育っていって、そしてまあ成長して拷問者になっていくっていうふうな、その少年時代が描かれます。ここが若干長くて、ここでその、ドロップアウトする人も多いかもしれませんけど、まあ、でも逆に言えば、その部分がその一見、無駄に見えてすごく世界を広げるのに一役買っています。この世界はすごくその重量感のある世界なんですよね。主人公たちが住んでる、塔があるんですけど、その塔タワーといったものは昔の宇宙船らしいんですよね。そしてその湿気のあるような、もう石造りの重たいような、そのなんて言うでしょうかね、鉄と石と水がポトンポトンと落ちるような、そして重たい扉、何千年も前から同じような伝統としきたりを守って拷問者たちが暮らしていってる、その規律戒律、拷問者のその生活がすごくリアリティがあります。拷問者は、罪人が運ばれてきた際に拷問だけを加えるっていう職業らしいです。その罪人に対して、その罪人を、客人、ゲストというふうに呼んで、でその決められた通りの手順で決められた拷問を、それかなり残酷なものもあるんですけど、それを加えていきます。その拷問も結構その未来のそのオーバーテクノロジー、しかし現在では失われているようなそういった技術を使って拷問とかをします。そこもすごくその SF のギミックが入って、この小説の深みのある部分で、その世界観が重量感があって描かれるプラス、昔はこの世界は宇宙まで行ってたような、そういったテクノロジーがあるような世界がそこから衰退して今のようになって、ちょっと中世のファンタジーっぽくなってるっていった、その時間感覚の深みもすごいなと思いました。そういった話で主人公拷問者になるんですが、ある時に一つ大きな戒律違反をしてしまいます。それはある、客人、高貴な、
女の客人が来るんですけど、その女性に対して感情移入してしまいまして、その女性に対してある時にナイフを渡してしまうんですよね。そしてそのナイフを使ってその客人は、となんか自殺をしてしまいます。これは拷問者にとってはすごく大きな戒律の違反らしくて、その拷問を加えないといけないのに、その拷問を加えるべき罪人が死んでしまっていたことはその違反になるわけですよね。その罪を負って主人公のセバリアンは、自分でも死んでしまうとかと思うんですけど、拷問者組合のすごくその恩情によって、恩赦によって、追放になります。そして追放されて、世界をあっちゃこっちゃ行ってるうちにその世界を救うっていうような話です。ちょっと若干雑な感じの後半ですけど、本当にそんな感じですよね。この話結構その前半の面白さに対して、前半のボリュームに対して後半部分はね、なんかすごく取ってつけたような、世界をいろんなところに行っていろんなことをするんですけど、その部分は時間関係前後してもあんまりストーリーには影響ないですし、なんかいろんなことをすると世界は救われたっていうことになるんですが、その前半と後半の比重の違いもね、ちょっとなんかびっくりしますね。そこに何か意味があるのかっていうのを考えてしまいますけど、多分意味はあんまりないのかもしれません。逆に言えばその前半の一巻部分の前半部分がすごくよくできていて、すごいびっくりしました。後半の部分にもところすごいびっくりするエピソードがあって、宇宙飛行士から帰ってきた、宇宙飛行士、その時間のあの効果、相対性理論の効果によって、まだそのテクノロジーを持っている宇宙船の飛行士と会ったり、あとかつての世界の支配者と会ったり、いろんなすごいことがあるんですけど、すごく偉く淡泊な格調高い文学の技法によって描かれているその物語が、すごくなんていうかな、不思議なバランスになります。だからこれすごくその玄人受けするのかもしれませんね。玄人受けするような形ですね。で、読んでる方もすごくその自分は玄人としてこの本を受け止めるっていったような、その作者とのなんとなく信頼関係によって後半は構成されているような、そういった楽しみ方をするような本かもしれません。そういうのもあってあんまり知名度も高くないかと思いますが、これぜひこの一巻の最初の部分だけでも読んでほしいなというふうに思います。なんだかんだ言ってこれ私は十何回読んでますね。それぐらい定期的に読み返して何らかの発見をしていっているような本であります。ではまた。